はい、どうも皆さん、こんにちは。マッコスターです。今日はですね、6月の30日です。今日はハイカーボっていうことで、餅、朝ごはん200と目玉焼き、スクランブルエッグ、ようかなんけど、とブロッコリーを食べていきます。で、今日はね、結構皮が取れるってことなんで、あとはいつものローカーボンの時のだいたい炭水化物を3食から4食、間食入れて4食かな、食べていきます。なんで今日はめちゃめちゃ筋肉があります。体もね、だいぶいい感じ。食べていきます。弁当2個作っていきます。でも弁当って言ってもね、もうこの時期食べるもんは鶏肉しか食べないんで、ここに 400g の鶏があるんで、これを200ずつ分けていきます。今日の2食目と3食目はこれです。これがハイカーボの時の私のお供、じゃん、干し芋。これ見て、めちゃめちゃ分かりやすく、ここ 400g、 400g なんですよ。これを半分ずつ食べれば2食 OK。 めちゃくちゃ便利。よし、 OK。
はい、どうも。ですね、今日はですね、4食目食べてから、見えるかな？温泉行ってきました。で、サウナが結構好きで、温泉入って、今からトライアルです。トライアルで、まあ何買うかというと、水？なんかね、めっちゃ安いんですよ、ここ、トライアル。水と、野菜類と、椎茸類、キノコ類を、はい、じゃあ今日ラストですね。ちょっと今日は温泉行ってから帰ってきたのに今8時50分です。ちょっと遅いです。いつもは第5食目は7時半ぐらいに食べてます、いつも。ちょっと1時間は遅いんですけど、大体5食目はこういったキノコと野菜と、今回は赤だし味噌汁と梅。梅じそ納豆みたいなやつを食べていきます。いつもこんな感じです。大事なのが、このマカダミナッツオイル、もう山岸さんがもうめちゃめちゃおすすめしてるマカダミナッツオイルで、必須脂肪酸もちゃんと取るって感じで、もうこれを本当は大さじ1杯なんですけど、もう適当にかけてます。今はちゃんと測った方がいいかもしれないです。で、塩をあと一振りぐらいかけて、もうちょいかな。いただきます。これはオクラとブロッコリーとキノコ。うまっ。うん、むっぽうまで、まぁ、こんな感じでハイカーボンの日が終わります。じゃあまた次の動画で会いましょう。バイバイ。